はい、どうしました？何やってんの？あ、今、君島小春とデートしてます。小春くんと？そうですか。なんか、小春が出頭するって言ったから付き合ってます。うん、ご苦労さん。マキさん、なんか、あれですか？行った方がいいですか？あ、大丈夫だ。すごいな、うまくた。お、おはようございます。おお、君たちか。はい、ちょっと喋ってました。あ、そうですか。出頭するんだって、小春くん。あ、もう出頭してきました。終わりました。お、そうですか。今ちょうど、はい、おお、どうもデートするんだって。で、まあ、小春変わったんですって。ちょっと変わった。うん、はい。何か言いな、言いな、小春。ちょっと恥ずかしいよ、ズズさん。ダイヤモンド。ダイヤモンド。君島、ちゃんと言った方がいいんじゃない？だって一応ボスですよ、一応。確かにちょっとボス、整形してきまして。え？整形してきた？はい、ちょっと整形を、すいません。うん、行きまして、ちょっとそれのプロファイリング、プロファイリングを、うん、変えさせてもらって。顔をいじってきたの？はい、顔をちょっといじってきました。おお、そうなんだ。ボス、ちょっとよく見てもらってもいいですか？おお、見せてもらうさ。よくできてるじゃん。可愛いっすか？あ、ほら、可愛いじゃん。いや、可愛いって言って、よくできてるじゃんって。よくできてるじゃんって。どういうこと？よくできてるじゃん。よく感知したって話ですか？ビシッとしてる。あ、ビシッとしてます？うん。かわいいですか？かわいい？顔がかわいいかって言ってるのか？はい、顔がかわいいかって聞いて。ちょっとすいません、失礼ながら。顔がかわいいってお前。顔がかわいいかどうかなんて関係ないんだよ。関係ないですか？うん。顔だけじゃかわいいってのは判断できない。な。ちょっと自分に自信を持とうと思って。自分の自信？あれの顔を見てな、可愛いかどうかわかるか、君は。わかんないだろ。わかんないっすね。ああ、動きとか、そういう仕草とか、それを見て可愛いって言うんだよ。じゃあ、可愛くないですか？可愛くしてみなさい、今。どうじゃ。仕草なんだって、小春。仕草で可愛いが決まるんだってよ。なるほどね。うん、そう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 。まあ顔もあるけど、仕草が大事なんじゃないの？ボス、ピース！かわいいと違うね。だらしない。違うんだ。だらしない。だらしないんだって。だらしない。だらしないんだって。ボスの思う、やっぱかわいい。ビシッとかわいいな。ビシッとかわいいの？かわいいってのはこういうのだ。さすがっすね、ボス。かわいいっす。そうでしょ。え、マジで足りなかったな。顔だけじゃダメだったか。お疲れ様です。あー、ご苦労さん。すいません、あ、もう終わった感じですかよ。すいませんね、お待たせして。あ、先生、大丈夫。ちょっとお願いしたいことというか、お聞きしたいことがあって。おー、何ですか？マクドナルドさんの作ったミュージックアプリに入ってる曲あるじゃないですか。私が作ったミュージックアプリの曲？はい、月の下眠る君？トゥナイトか。トゥナイト。ああ、どうしました、それが。こちらの方を、ちょっとこの自分、歌を練習したくて。うん。ちょっとその題材に使ってもよろしいですか、ということで。おー、どうした？バンダーマンさんに届けたのか。あ、そうですね、そのバンダーマーってかボスにちょっと歌をやっぱお送りするのに、ちょっと今の状態だととてもお送りできないので、練習して上手くなってから送りたいなっていう。あー、うまい。なのでちょっと使用させていただいても大丈夫ですか？あー、存分に使いなさい。はい、ありがとうございます。うん、じゃあまたタカス楽しみに待ってます。ああ、私も。君が練習した後は聞かせてくださいよ、それ。あ、わかりました。ああ、楽しみにしてるから。あ、はい、それでは失礼します。はい、頑張ります。失礼します。ああ、2人1組ですか？
お、ブーちゃん。はい。あのな、ブラザーと私2時ぐらいに行きたいなって思ってたんだけど、混んでるか？混んでるので、本当に2時半前後ギリギリか、もしくはもしかしたらご案内できない可能性もあるかもしれないですね。おお、そうですか。それ困ったな、お前。一応ご予約はまだ受け付けはしておりますが。おお、じゃあ私とブラザー2時。来てます。はい、や、俺らが先に行く。はい、なんでそんよご…私とブラザー、うん、俺らが先に並んでたから、うんとじゃなくて、プーちゃん、うんとじゃなくて、ズズ様が先でよろしいですか？あ、私たち、うん、うん、プーちゃん、プーちゃん、プーちゃん、お電話番号先に言った方から。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、おい、ローラ何やってんだ、おい、ローラ何やってんだ、ちょっと、ローラ何だお前、何やってんだ、急に。今日ご予約受けたまわりました。このな、あの、ブラザーさせていただきます。はい、朝もやし、はい、朝もやし、ラル、ブラザーと一緒に行くから。あ、ラルさんと一緒に、わかりました、お待ちしております。でもまあ二十個こんなのようだったな、私のな、あの、あとの分、ブラザーだけで行かせてあげて。かしこまりました。ちょっとまだご案内できるかわかんないですが。おお、そんなに混んのか。そうですね、いっぱいご予約いただいておりますので。おお、ちょっとなんか見せてもらおうか。あ、あのメイドの服作ってから行きます。すぐに出るのであれば、ちょっとだけなら。おお、ちょっと見せてもらおう。ちょっとですよ。ハゲてないよ。またそれは別だよ。お、サンコさん。あ、お疲れ様です。おー、久しぶりなのか。久しぶりですね。あー、ご苦労さん。本当も来てたんですか。そうなんですよ。おー、そうなんだ。マクさん。おー、私も後でちょっと予約してるんですけど、中身はどんなもんかちょっと見させてもらおうと思ってさ。おー、いいですよ、中身。おー、いいですか、こちら。おー、じゃあ、あんたものだったらこれ何でもいいか。おー、いいぞ。また後で。また後で。おー。パパ、あー、このまま何やってんだお前、このとこでメイドカフェ行くんだよ。お、メイドカフェ今はたくさん混んでるの。パパも一緒に行く。おう、一人二人に増えちゃダメなのかな。おう、いいですか。ダメなのかな。なんだ、お金、一人って二人にできるの。はい、大丈夫でございますよ。あ、じゃあ私も子供と行くわ。あと30分後だって、パパ大丈夫。おう、いいですか。お、じゃあパパと一緒に行きます。じゃあ、ブラザーの学校に一緒にしといて。はい、ココナ様に多分電話がかかってくると思いますので、その電話が来たら一緒に、あちらに入っていただければ大丈夫でございます。はい、わかりました。はい、お願いします。おう、はい、私の中はブラザーのまま分にしといて。ブラザー、おう、大変だよ。多分お電話はラルさんだ、ラルさん。あ、ラルさん、ラルさん一緒に行くの。あ、ブラザーはな、2時に来るんだって。あ、2時に来るんだ。だけど2時に来てもな、予約お前入れるか分かんないからって話だったからさ、はいはいはい、先に私が2時に取っておいたんだ、ブラザーの場。なるほどね。で、パパは、あ、じゃあ2回行くってこと。あ、私は君のな、森で一緒に行ったのは想像できないから、ブラザーは一人で楽しめばいいじゃんさ。うん、よかった。なんで話せるの。あのね、ジニアちゃんと藤子ちゃんが、あ、今日は子供に連れてきてくれたか、二人とも。うん、あ、ありがとう。そうそう、いい子ですね、ココナちゃんは。あ、そういうことだ、まあ、うん、一緒に学生服もね、作ったんだ。そう、学生服か。そう、そう、ココナ、メガネかけてる。いつもより賢そうでしょ。お、じゃあ私もパパらしく、まあ、ビシッと決めないとね。おお、あ、ビシッとしてますね。ビシッとしてるか、うん、確かに。意外と鼻高いんですね。お、鼻が高い、私か。うん、あ、さ、子供のも似てない、うん、ほら、あ、ほんとに綺麗な顔してますね、お二人。ココナも鼻高いよ。似てるね。似てる、うん、ほんとによく似てるって言われるんだ。ほんとに。そうですよね、やっぱり。ほんとに似てるわ。ほんとに思ってる。改めて見ても似てる。ほんとに似てる、似てる。パパのね、似てる子じゃない、パパのな、子供を似るんですよ。本当に、うん、女
の子は特に似るって言う。確かに確かに、うん、パパにって昔から言われてた。うん、似て似てますよ、二人とも。本当にキュートな顔立ちされますからね。うん、嬉しいよ。嬉しいよね。うん、うん、え、これよかったらのマックさん、一度ヘルメット外していただいてもう一回してもらうってことはできます？見たくて、その、うん、うん、かっこよくなる瞬間見たくてもいい。かっこよくなる瞬間と、ビシッとする瞬間って、まあそんなな、何度見るもんじゃないよ、お前。あ、まあまあそう、今日だけお願いしてもいい。うん、こうやってな、ビシッとつけんな。なんか、なんだお前、髪の毛痛くないのそれ。うん、これグッとするけどな、しまって気持ちいいよ。うん、あ、そうなんだ。うん、あれか。逆にそうなんだ。耳とかすごいギュイーン中入ってますけど、痛くないんですよね。あ、耳がちょっとギュッとする。あ、ギュッとするんだ。ギュッとしちゃうんだ。水泳の帽子みたいな感じ。あ、そう、うん。プールのね、そう、キャップと同じですよ。そうだよね。うん、痛くないんだ、きっと。あ、痛くない。そういうことなんですね。うん、ギュッとするから痛いって感じないね。あ、待って、パパもメガネかけてんの？あ、なんかメガネもギュッてなってる。あ、そうですよ。あ、そうだったんですね。うん、やっぱだクレームから目出て、目よく舐めた方がいいだろ。あ、そうですね。うん、うん、こんな夜のか、まあ、バイク乗るときもよく見るんですよ。あ、バイクね。うん、バイクの時は確かにね、サングラス確かにね、必要だもん、ね。あ、でもココナも持ってるよ、パパからもらった帽子ずっと。はい、じゃあかぶってみなさい。うれしそう、うれしそう。あー、いい子だ。これパパからもらったん。あ、そうですよ。車乗る時はこれつけなさいって。そうですよ、親子みたい。もうヘルメットかぶって、親子もだって親子だからしょうがないさ。親子だろうな、そうだね。タルタル鳥だよ、鳥。鳥？何やってんだ、お前。お店を探してて。何なさいませ、ご主人様、どうされましたか？あの、予約？もしかしたらご案内できない可能性もございますが、よろしいですか？残念だったな。必要のない予約だけでしたら。泣いて泣いて、もっと泣いて。もっと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 泣くんだ。もっと。やめて、助けて。助けて。もっと泣かないと。もっと泣かないと、ブーちゃんの心は、うん、ブーちゃんの心は大丈夫。ブーちゃん、泣いてるから、泣いてる。大丈夫？大丈夫ですか？助けて。大丈夫？どうしても、どうしてもカフェに行きたいか。行きたい。行きたいそうだ、ブーちゃん。こんなに泣いてる？僕泣いてるよ。でもちょっと、僕泣いてる。スムーズに行けば多分行けるかもしれないんですけど。ああ。やっぱり見た目が良くなるね。ちょっと入るかかわ。ダメなのかな。うん、かわ入った方がいいんじゃないの。ちょっとやだ、そんなことしないの。おお、そうですか。キュッ。楽しそうですね。うん、血がある。楽しそう。これ誰の血？お、舐めてみなさい。パパやばいよ、ちょっとね、甘い。あー、いい子だ。こっちの血は、あー、いい子だ。ちょっとしょっぱいな。いい子なの。あー、いい子だ。あんまり美味しくないな、この人の血。あー、化け物様どうされますか、ご予約は。何だったんだお前。
ちゃん逃げて。わかりました。じゃあほら、ご飯出したんや。ご飯？うん。これ？ほら、アウトドア。ご飯だ。ほら。待って。うん。早く食べないと。もう一回。おう。じゃあ行くぞ。すぐ食べなさい。はい。ほら、あっちだ。おはやいよ、あれは。もっとあっちだよ。お。もっとあっち。うん。お。うわ、現実戻ってきた感、えぐ。おお、どっか行っちゃった。何してるの？ありがとうございました。ありがとうございました。おはよう。このやだな現実。ポケモンさんご予約はよろしいですか？お願いしますってさっきから言ってるじゃないですか！ポケモンもいるし。もう行きたいの。もしかしたらご案内できない可能性もございますのでご了承ください。ご案内できないって。あーかわいそうね。かわいそうね。あーかわいそうね。あーポケモン様、何電話番号お願いいたします。電話番号、はい、電話番号はパパ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 、斧持ってる、斧振りかざしてる。あー、こんにちは。いや、ナイフ持ってます。ナイフ持ってます。怖すぎです。いや、もう怖い怖い。いや、なんだお前。え、モックさんも来たんですか？あー、そうですよ。めっちゃ良かったですよ。あ、本当ですか？はい、最高っす。子供と今から行くんですよ。あー、いいっすね。ねえねえ。なんだこいつ。なんだ怪我してるやん。待って。体が言うこと聞かない。病院行きなよ。病院行けよ。ああ、そうさ。大丈夫か？大丈夫。大丈夫か？おお。またね。おお。あれが。おお、ナイフが刺さってますけど。どんな状況これ？刺さってますけど。本当だ。あんまり悪いことはしないよね。ごめんなさい。バシロさんが君のことを捕まえようとしてた。気をつけて。ああ、救急隊で君は指名とかになったら。そうなんだ。あまり悪そうしないよな。そうだ。違いませんよな。はい、いい子だ。おお、いい子だ。気をつけます。はい、いい子だ。じゃあ、バイバイ。あぶぶぶ気のせいなの大丈夫？怪我してる？怖血の血の状態。あ、ごめんください。血のもの投入ですね。あ、こちらの椅子どうぞ。はい、椅子どうぞ。はい、そのお部屋でメイドさんへの音楽がこれやかましいな。はい、うん、ねえ、チェキ取らないの？パパ、はい、チェキ取りました。メイドさんと3人で撮ろうよ、チェキ。チケットの飲む。はい、写真撮影。松葉撮れた。写真も撮ろうかじゃ。でも500万する。あおよ、そんなちょっと、まっちゃんご主人とこ。おー、パキちゃん。はい、おかえりなさいませ。あー、どうもどうも。あー、ご苦労さん。さっきパキちゃんに、はい、ちょっと楽しみました。はい、はい、ありがとう。いってらっしゃい。はい、ありがとうね。おー、すごい。はい、すみません、あのまー、あ、ちゃんご主人とここのお嬢様もすぐにご案内するのでちょっと待っててくださいね。はい、かしこまりました。お待たせしました。お部屋の準備ができましたのでご案内しますね。おー、ありがとうございます。はい、こちらです。お待たせいたしました。はい、こちらのお部屋にゆっくり、はい、くつろぎください。はい、お帰りなさい。はい、ごめんください。お嬢様、やったー。おー、パキッちゃんじゃ。あー、キッちゃん、ありがとう。あー、ご苦労さん。ここに座ってんの？はい、子供も座りなさい。ほら、行く前に、はい、今日、限定の担当メイドからしかもらえないおしぼりをしようよと。マックさんのおしぼり
待ってね。あ、私は顔拭かないからいいわ。あ、え、でもすごいよ、パパ。お、パパなんだ。そう、パパなんだ。お、子供と来ました、今日は。なるほど。パパと来ました。はい、子供を座りますよ、ほら。うん。ありがとう、こちらこそ。よかった、パキちゃん。嬉しい。パキちゃんがな、よしよしやってるって、お前な、チラシで見たんだ、お前。あ、そう、めちゃくちゃ宣伝頑張ってた。だったり、うんうん、そう、なんかさっきパパと話してて、パパもパキちゃん知ってるって言ってたから、うん、メイド、あ、よかった。どんなのやってくれんな。ん？どんなのやってくれんの？チキが取れるんだって。そうね、メニュー女性さんからもらったかな？あ、メニュー表もらった、パパ。お、メニュー表。メニュー表くの送るか。子供とな、私にお疲れ様パフェ、ねんねんだって。あとは、オムライスください。オムライスと、お疲れ様パフェと、ニャンニャンラテで。うん。はい。あとな、子供と記念写真をまた撮ってください。あ、わかりました。はい、お願いします。今日はちゃんと記念写真で。はい。じゃちょっと妖精さんに頼むので、お待ちください。はい。おー、ちょっと待って、お前。今から、生産が持ってくるので、待っててください。背中揉めぞ、皆さん、背中。背中揉もう張ってじゃないか、お前。あのね、はい。こんな洗濯業する子がな、揉もう張ってちゃダメだ、お前。シールですかね。パパ、最近あれだよ、デジタルタトゥーというのが流行ってるんだよ。デジタルタトゥー？それちょっと意味違うかも。パパ、それシールだよ、ただの黒いシール。おお、そうですか。デジタルタトゥーはちょっと意味違うかも。シールだったら、お前、取れる前にかもしれないけど、お前。本当に当てたんだった、お前、さな。はい、こちらお持ちいたしました。ぜひメイドからお受け取りください。すごい。オムライスが各メイドから別々のケチャップのすごい動きがされてます。かわいい。いただきました。って飲んじゃった。そういう時もね、あるよね。いいよ、1個サービス。ここら9個でいいよ。ありがとう。おー、おいしい。あー、うまい。お嬢さんもかな。待ってね。じゃあ、各商品ごとに特別なおまじないをおかけするので。お、はい。まじない、もう食べたけど。食べちゃった。まだあるでしょ、パパ。まだ。おお、まじないが出てくるのかなんか。そう。じゃあ、オムライスはお嬢様、ご主人様と一緒におまじないをかけるので、はい、一緒におまじないかけましょう。はい。私が、最初にふわふわって言ったら、ご主人様とお嬢様も私の後に続いてふわふわと言ってください。はい、言葉の追いかけっこお願いします。言葉の追いかけっこよね。じゃあいきますよ。はい、ふわ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 、タロ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 、ふわ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 、タロ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 、はい、美味しくなりました。はーい、おー、美味しくなった。美味しくなりました。はい、よかった。もっとふわふわになりました。おー、ふわふわになったんだ。やった、美味しい、よかった。くそっ、あー、もともとふわふわだけどな、これな。うん、でももっとふわふわになったよ、パパ。おー、そうか。うん、じゃあ続いて、お疲れ様パフェのおまじないをかけます。はい、お疲れ様パフェ。いつもお仕事頑張ってると思うので、じゃあ甘いもの、甘いおまじないかけます。じゃあ、ココナちゃんでいいかな。うん、あ、今日もお仕事お疲れ様、お嬢様、甘いものでも食べてリラックスしてね。はい、あーん、ありがとう。お、美味しいよ、パパ。よかった。うん。そうよかった。カレー屋さんの
仕事の疲れが吹っ飛んだ。よかった。ありがとう。いえいえ。じゃあ、にゃんにゃん。カフェはパパに。じゃあ、にゃんにゃんラテのおまじないかけます。あ、はい、おまじない、どんどんかけてくれんな。にゃんにゃんパワーで癒しをお届け。にゃんにゃん。わあ。かわいい。にゃんにゃん。にゃんにゃん。にゃんにゃん。おパパもできるじゃん。続きはどうぞ。続き。続きはどうぞ。続きはもうつもう終わりだよ。お。にゃんにゃんパワーでも癒しをお届けだよ。お。続かないのか。そう。もうパワー。十分与えたよ。うん。おー、ありがた。あ、じゃあ、チェキの準備ができたみたいなので、記念撮影しましょう。おー。じゃあ行こう、パパ。こちゃん部屋向かいます。あー。あー、ごめん。嬉しい。ありがとう。あー、OK。チェキお願いします。おー、ここは写真撮影の場所だよね。かわいい、はい、中までお入りください。カナマ、真ん中行きなさい、カナマ。ココナは、ココナ端っこだよ。メイドさんが真ん中だよ。おお、そうですか。昨日撮影だから、お前。え、ハートってどうやってやるの？ね、ハートこれですね。このスラッシュ E スペース H ハンズで。あ、そうです、もう旦那さん。完璧ですね、ご主人様。あら、お嬢様も完璧です。生意気さなくて大丈夫？生意気ず。了解。はい。それでは撮りますね。うん。はい。チーズ。あら、とっても素敵なチェキが撮れました。うん、ありがとうございます。ありがとう。ではスマホを開いていただけますとお送りさせていただきます。はい。そうなんだ。ご主人さん二人でご帰宅される方もいて、なんか。二人で同担拒否だからって喧嘩する方もいて大変だよパパ。大変なの？わかる、同担拒否って。同担拒否ってのは聞いたことないな。それ、あの同じ推しってわかる？推し、推し、推しってのは応援してる人？応援してる人、うん、うん、あのアイドルとか、おーおーおー、メイドさんとか応援してる人が同じ人かぶったら怒っちゃうこと。怒っちゃうの？どうして怒るの？そう、やっぱこれ独り占めしたいんだよ。おお、そうなんだ。そう、それが同担拒否っていうの。はあ、独り占めしちゃえばいいじゃん。でも、ん？独り占めしちゃえばいいじゃん。ね、独り占めしちゃえばいいの。でもダメだよ、だってほら友達同士で来てたらさ、そうもいかないでしょ。さあ、まあ戦だよ、まあそんな。どっちかがお前な、そのまま負けないといけない。でもそっか、メイドさんに聞くのはメイドさんにどんな人がいいって聞くのは違ったかもしれない、パパ。おお、そうですか。子供はな、聞きたいことがあって好奇心がいっぱいな、旺盛ですから。そう、ね、そうだった。パキちゃんも答えてあげて、いろいろ。いや、どんな人がタイプじゃあ。私は、うん、なんだろうな。でも一途な人かな。一途な人。うん、そう。子供、まだお前そんなの分からないか。いや、分かるよ、一途ぐらい。一途分かる。うん、ほら、あの浮気とかしないで一人の人のことずっと好きってことでしょ。そういう人がいいですよね。うん、でもなかなか難しいよな、うん、欲望ってのは突然訪れてくる。ねえ、難しくないよ。その欲望に抗っちゃダメなんだ。従っちゃダメなんだよ。うん、忍耐力ってのがそう必要なんですよ。そんなの。うん、そうですよ。一途が当たり前じゃないの。当たり前じゃない。初めはそう、もう初めはそうあっても、時が経つにつれて、うん、欲望っていうのが邪魔してくるんだよ。うん、ダメだよパパ。そのな、うん、両手でも払って、うん、その精神を保つ、うん、一途ってのはな、一種の修行です。修行なの。うん、そろそろ、いってらっしゃいの時間が近づいてきたので。お、もうそんな時間か。そう。お、そうですか。
いや、お手もらった。部屋のこの前お前楽しんだか。楽しんだよ。うん。じゃあ先にお部屋の方で本日のお給仕代の提供をさせていただきます。おいいですよ。はい。はい、私に請求してください。え、いいのパンパン。おいいですよ、それ。頼むわ、お前。本当に？ありがとう。はい、請求しました。はい、ありがとう。ありがとう、パパ。お見送りします。うん、ご苦労さん。ありがとう、楽しかった。私もやったありがとうございました、ご主人様。ありがとうございました。ありがとうございました。おう。ありがとう、頑張ってね。お、市長まで何てんだ、こんなとこで。市長。女遊びしようと思って。ね、おそうですか。女遊びをする場所じゃないですよ、市長。いろんな子来てるから。ね、違いますよ。あ、そう。パクちゃんもよ、パクちゃん。あ、そう。うん。普通に行ったら入らないから、私の予約使っていいからさ。え、いやでも、ココナももう行ったから。ココナちゃんだ。そうですか。ココナちゃん、おはよう、ココナちゃん。カナヤさんに来るだろう、ブラザー。おはようございます。こんばんは。はい、ご苦労さん。こんばんは、ご苦労様です。楽しんできましたか？うん、今ね、子供と行ってきたんだけど。でも楽しかった、チキも取ってもらったよ。なかなか面白いもんだった。子供なの？お、そうだ、子供は。うん。え、そうだったんだ。そうだったんだ。お、そうですよ。あ、お父さんなんですね。お、そうですよ。いつも子供のパパやってます。マクドナルドです。よろしくお願いします。うん、パパの子供やってます。うん。ここなんです。パパの子供やってます。はい、そっちときたらな、子供はな。はい。親子で、仲いいっすね。あ、さてまだ真央子なんだから、まあ。うん。はい、子供行きますよ、子供。待ってるね。行ってらっしゃい。うん、またねー。バイバイ。いいの、ナルさん待たなくてパパ。ああ、ブルーザーでも20年来ても多分行けないと思うからさ。もうこの子見ようだったら。確かに。うん。まあブルーザー来たら何かあったら言っとって。でもココナもう寝ちゃうよ。ああ、そうですか。ゆっくり休んでね。うん、ありがとうパパ。はい、ココナさん。うん、またねー。はい、バイバイ。